皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。支笏湖畔駐車場を通って、国道453号線へと入ります。お店屋さんもやってなくて、人通りもない、寂しい観光地の佇まいです。見ての通り、今回は運転者へのいたわりの意味で、助手席からの風景を撮影しています。うぷ主の、自己満足のための動画撮影とも言えます。初めての撮影方法ですが、バスの車内からの風景に通じるものがあって、意外と楽しいかもしれない、と、うぷ主の企画力に、花高さんになっています。ただ、必殺技の、3倍速ワープを使えないのは、タイムキーパーには厳しいですね。だんだん、支笏湖が見えてきました。うぷ主の狙い通り、なかなかの動画が撮れています。画面の傾斜は、カメラの平行維持機構が、横加速度と対決しているせいでしょうか。助手席の人が、こんなに綺麗な風景を見ているのは、ずるい、と感じるうぷ主です。湖が上り坂になっていて、ちょこっと違和感がありますが、うぷ主も初めてのトライなので、その辺をご理解ください。本当に惚れ惚れする美しさ、麗しさですね。正面、対岸に見える、とんがり頭の山は、ふっぷしだけ1103メートル、その左側の、ちょこんと小さな帽子をかぶっているのが、たるまえさん1041メートルです。ここからは、ウィキペディアから支笏湖さんの紹介です。支笏湖は、約4万4000年前に、支笏火砕流、支笏湖下軽石を噴出した、火山の大噴火によって形成された、支笏カルデラに水が溜まったカルデラ湖です。日本最北の不凍湖で、暖かい水が湖の深部に残存していて、水面を温めることで湖面の水温が下がりにくいために、凍りにくくなっています。しかし、20年に1回くらいに全面結氷することがあります。周囲は約40キロ、最大水深 360.1 メートル、平均水深 265.4 メートルです。背が立たない深さで、金槌のうぷ主には想像の範囲を超えていますね。恵庭岳の上側から、おこたんぺこを通って左下の尾笛に抜ける道がありますが、もう長い間通行止めになっているため、湖岸ぐるりんぱはできません。うぷ主が初心者マークの頃は、まだ通れたので走ってみましたが、密林の中を行く川口博士の探検隊張りの道路で、冷や汗をかきながら、緊張して走り抜けた記憶があります。おこたんぺこの先は、つづら折れの続くコースで、ローリング族のメッカとなり、事故が頻発したため、路面上にデコボコを設置されて、地獄の乗り心地コースとなりました。その後、おこたんぺこ展望台から先が通行止めとなり、2020年6月からは乗り面崩落により、国道453号分岐から通行止めになっています。そのため、ちっちゃなおこたんぺこに一目会うためには、約3キロを歩かなければなりません。堀潤一メモリアル、コンターサークルの旅、ホームページの、
支笏湖西岸の廃道道道78号線を歩くに、2018年の踏破の模様が掲載されていますが、危険極まりない現状を伝えています。おこたんぺこ展望台までの踏破は、危険度は低いので、機会を見て、熊対策の上、挑戦してみたいと思います。忘れなければ。矢継ぎ早に説明を入れてきて、ゆっくり霊夢ちゃんもバテてきたので、少し休憩を口チャックにします。その間、景色をお楽しみください。ボロピ内に到着です。このまま通過して帰還します。今回の動画は、これでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。これからの北海道への期待を膨らませる、輝く緑を見ながらお別れです。では、バイチャ。